トニー・ブレア、アントニー・チャールズ・リントン・ブレア、1953年5月6日、対、通称トニー・ブレア、トニー・ブレアは、イギリスの政治家、弁護士、首相、第73代、労働党党首、第18代、会員議員、7期を歴任する、未だ全近代的、封建的な慣習や制度が残存していた、イギリス貴族院において、 世襲議員議席数の制限と、イギリス最高裁判所の権能独立というに、大改革を成し遂げ、本来のあり方に近い権力分立性の確立を、達成した。また、を成立させた。スコットランドのエディンバラ生まれ、父親レオは、法廷弁護士、ダラム大学法学講師などを務め、保守党の歌舞伎館、ダラム保守協会の会長も務めた。彼は、 オーストラリアのアデレードやイングランドのダラムで幼年期のほとんどを過ごす。ブレアが10歳の頃、父親れは心臓発作で倒れてしまう。スコットランドのイートン校として知られるエディンバラのフェテスカレッジを1971年に卒業。そこでの人間関係で、後に彼が大法官に任命することになるチャールズ・ファルコナーに出た。ただし、ファルコナーは、 グレナールモンドのトリニティコレッジ出身。フェテスカレッジは高速の厳しい学校であったが、ここでのブレアはよく規則を破る問題児であった。卒業後、1年間の休暇を取って、フランスへ渡り、アルバイトなどをして過ごす。そのため、ブレアのフランス語は流暢である。その後、オックスフォード大学セントジョンズカレッジで法律をブ。在学中には長い髪をし、 アグリー・ルーマーズ、醜い噂というハードロックバンドのボーカリストとしても活動した。と同時に、かなり年上の友人ピーター・トムソンから影響を受け、スコットランドの哲学者、ジョン・マクマレーの思想、キリスト教社会主義に傾倒する。アイザック・ドイッチャーを通して、マルクス主義の影響も受けたと語っている。この時期の友人に後に、ウガンダの外相となるオララ・オタンノがいた。また、 フェビアン協会に所属していた。大学卒業の2週間後、母親を亡くす。また、労働党に入党したのも、大学卒業の直後である。法廷弁護士資格試験のために、ロンドンのリンカーン放送院で収集を行い、法廷弁護士となる。また、この司法収集を担当した、ブレアの死が、後の大法官デリー・アーバインで、後に妻となる。シェリー・ブースとは同僚であった。 1980年春、シェリーと結婚する。1982年ビリコンズフィールドでの補欠選挙に出馬するものの、ここはもともと保守党の地盤であり、なおかつ、フォークランド紛争の真っただ中で、保守党への追い風が吹いていた選挙だけに、当選は果たせなかった。しかし、この補選で、ブレアの応援に駆けつけた、マイケル・フット党首や、ニール・ギノック、 ジョン・スミスラ党指導部は一様にブレアの才能を認め、中でもフット党首は BBC のインタビューで我々はブレアが言っているすべてのことを誇りに思う。結果がどうであれ、彼はイギリス政治の中で大人物になると信ずると絶賛したほどだった。1983年の総選挙において30歳でイングランド北部のセッチフィールド選挙区から労働党。 会議員に選出される。翌1984年、オクラ、経済関係担当野党スポークスマンとなる。1987年には、影の内閣の閣僚となり、1988年まで影のエネルギー担当大臣、1988から1989年まで影の雇用大臣として活動した。その後、雇用担当野党スポークスマンを経て、 1992年から1994年まで影の内相を務めた。ブレアはその名友ブラウンらと共に、党の近代化を唱える、モダナイザーと呼ばれるグループのリーダーだった。モダナイザーたちは、反資本主義的な政策を改め、サッチャー革命の恩恵を受けた、中産階級に、新しい支持層を求めるべきだと主張した。1994年、 前党首ジョン・スミスの休止後に開かれた党首選で臨時党首であったマーガレット・ベケットらを破り、労働党党首になる。労働党の大会での一般党員の投票権を強くして、労働組合のブロック投票を著しく制限した。労働党の投稿量から、生産手段と輸送の国有化を削除して、経済政策を自由市場経済に転換する、第三のと呼ばれる路線に変更する。 1997年の総選挙で労働党を地滑り的勝利659議席中419議席を獲得に導き英国首相となる。トニー・ブレアの父親は造船所の整備校に養子として育てられ若い頃はグラスゴー共産主義青年団の事務局長を務めるほどの左翼だった。しかし、後学者、弁護士を経て、 活発な保守主義者に変身した。この父親の天候を見て、世間一般に言う、成功イコール保守というつながりを断ちたいという、政治的野望を持つに至った。1997年、バッキンガム宮殿へ、首相任命式に訪れる。エリザベス二世はトニーに、あなたは、私の十人目の首相です。最初はウィンストン。あなたが生まれる前のことねと語りかけた。 あとにトニーは、彼女は元首であり、私は彼女の首相だったと振り返る。首相1期目、ブレアは北アイルランド問題の解決に努め、アイルランド首相のバーティア・ハーンと共に、北アイルランド和平に向けた協議を進めた。そして1998年にイギリスとアイルランドの間でベルハスト合意、聖金曜日協定を締結した。 2001年6月の総選挙で413議席とほぼ全開並みの議席数で圧勝した。2005年5月5日実施の総選挙でも議席数は356、この時の総議席数は646、過半数は324と大幅に減ったものの勝利を収め、労働党史上初の3期連続政権を実現させた。しかし、ブレア自身は、 首相として戦う最後の選挙であると明言していたため、三期目途中での党内ライバルであるゴードン・ブラウンへの投手、首相職の前兆は規定路線となっていった。ブレアの盟友であるアメリカ合衆国のジョージ・ W ・ブッシュ大統領が行った大テロ戦争、アフガニスタン紛争とイラク戦争への批判が高まるにつれ支持率も低下した。 一方で演説の巧みさから人々を団結させることができた。貧困問題や地球温暖化問題、途上国債務問題など地球的難題に積極的に取り組む一方、内政では15年以上に及ぶ景気拡大を実現した。ブレアは2001年と2005年と2006年に反テロ法を成立させ ID カードの全国民義務化を掲げて2006年にも 成立させるなど、テロ対策を強化してきたが、スペインで車爆破事件など欧州に及び始めていた。テロが、ついにテロ被害の空白地帯だったイギリスにまで波及し、2005年7月7日に、ロンドン同時爆破事件がグレインイーグルズ、サミット開催中に、生、同年12月には、野党保守党が、若手のデイビッド・キャメロンを当初に選出すると、支持率で与野党が逆転するようになった。 さらに労働党議員の増反によって、新しいテロ対策の法案が否決されたことや、地方議会の選挙で労働党が大きく、議席を減らしたことなど、政権の弱体化が取り沙汰されるようになり、早期退陣論は強まっていった。こうして2006年9月7日、2007年秋までに退陣する意向であると、首相官邸の報道官が表明した。2007年5月10日、 ブレアは地元設置フィールドでの支持者らを前にした演説で労働党党首を辞任すること、同年6月27日、エリザベス2世に首相としての辞表を提出することを発表した。ブレアのこの演説から約1週間後には、ゴードン・ブラウンが次期労働党党首となることが決まり、2007年6月24日、開催の臨時党大会で正式にブラウンが 当首に選出されたことにより2007年6月2日に首相を退陣し、庶民委員議員も辞職した。なお、副当主で副首相を務めてきたジョン・プレスコットも、ブレアと同時に辞任するほか、ジョン・リード内務大臣、ゴールド・スミス司法長官ら側近も退陣した。退陣後もリスボン条約の発行により設置される、初代、欧州連合、EU 大統領の筆頭候補に、 フランスのサルコジ大統領などから推薦され注目を集めたが EU 主要国から反対され実現しなかった。また、世界経済フォーラム年次総会などを通じ、環境問題などに対する積極的な発言を続けている。他に2008年にイエール大学経営大学院、進学大学院にてフェローとして教団に立った。2008年3月14日に来日して、 当時の内閣総理大臣、福田康夫と会談し、閣僚級会合で、基調講演を行った。TBS 系列、筑紫哲也ニュース23の17日放送の会に、出演。日本の市民100人とタウンウーティング形式で直接、対話を行った。2010年1月29日、2003年の、イラク戦争参戦に関する独立調査委員会の、公聴会で、 承認喚問された。ブレアは参戦を強く正当化し、サッダーム・フセイン元イラク大統領を排除したことは後悔していいと語った。結局、イラクで大量破壊兵器が発見されることはなかったため、2002年9月のイラクは45分間で大量破壊兵器を発射できるとした報告などで参戦を正当化するための情報操作が行われたのでは、 内科との疑念が持ち上がったが、ブレアはこの情報は、訂正されるべきだったと認めた。同年9月1日、カイコロ録、ジャーニーを出版。2011年10月24日にはカザフスタン、共和国外務省より、同国政府の経済改革担当顧問への就任が発表された。2013年9月7日と2014年10月17日に来日し、 世界オピニオンリーダーズサミットにスペシャルゲストとして参加した。首相退任後、トニー・ブレア・フェイス財団を設立し、異なる宗教間の相互理解に努めつつ、中東をはじめとする国々で紛争が解決して、世界平和を実現するための活動をしている。弁護士事務所の同期であった妻、シェリー・ブレアとの間に三男一女がいる。首相在職中の2000年5月に、 トニーの父、本人からは、祖父と同盟の伐し、三男レオが誕生している。育児休暇を取ることも検討したが、ついに公務を外れる形での育児休暇は取らなかった。さらに、2005年には、テロ対策法の強化を進めようとするブレアと、基本的人権を守ろうとするシェリーとの間の、政治姿勢に違いを指摘する報道もあった。読書、サッカー観戦。 入ッするユナイテッドのファン、テニス、スカッシュ、音楽鑑賞が趣味である。音楽では、ザ・ダークネスのファンだと公言している。また、1997年にオアシスを首相官邸に招いたり、何度かテレビカメラの前でギターを構えたりと、ロック好きをアピールしている。2003年にアメリカのアニメーション、ザ・シンプソンズにて、本人役でゲスト出演している。 ブレアは19世紀の英国首相、グラットストーン以来初めての習慣的に聖書を読む首相である。また、宗教への関心が強い彼はコーランを少なくとも3回読んでいると言われる。なお、ブレア本人は国教会の信徒であったが、祭司は全員カトリックである。退陣直前の2007年6月には首相として最後のバチカン訪問を前に、 首相を退いたらすぐにでもブレアはカトリンに回収するとの報道が相次いだ。2007年12月22日、報道を裏付けるようにブレアは国教会からカトリックへ回収した。2006年3月4日テレビ局 ITV1 の番組に出演、イラク戦争を決定する上で進行が一定程度影響したことを認めた。アイシンクイフユーハブフェイス。 About these things, you realize that judgment is made by other people, and if you believe in God, it's made by God as well. 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。